本日は終電終了いたしました。皆様お気をつけてお帰りください。疲れた。すいません、金さん。はい。もう電車ないですか？あ、そうですね。たった今もう発車してしまいましたね。そうですか。はい。乗り過ごしてきちゃったんですけど。あ、はい。はい。もう朝までないですよね。そうですね。朝はもう本当に5時25分までないですね。始発はね。じゃあ待つしかないですか？そうなりますね。じゃあどうしたらいいんですかね。よかったらホテルご案内しましょうか。ホテルですか？はい。何ですか？いきなり。あ、いえいえ。怖いんですけど。あ、何ですか？いきなり誘ってきてる。あ、違います、違います。あ、お客様、警察にいましたよ。お客様、違います。何ですか？勘違いです。お客様一人で泊まっていただけるホテルをご案内するということでございますよ。はい、僕と一緒になんて、そんなメストない。あ、そうですよね。もちろんでございますよ。近くにあるんですか？あ、近くにございます。指定ホテルがございますので。こちら3分ぐらい、はい、3分ぐらいですか？そうですね。場所ってどうやって行ったらいいですか？あ、これも北口登っていただいて、はい、右まっすぐ行っていただきますと、もうホテル見えますので。案内しようとしてますよね。いやいや、違います。一緒に来てついでにみたいな。違いないですよね。ないですよ。やめてください。いや、こちらこそ、そんな目で見ないでください。こちらこそやめてください。怖いんですけど。お客様、誰か助けてください。お客様、何言ってるんですか？怖いんですけど。やめてくださいよ、勘違いも。はい、お客様のために私がご案内してるんです、はい、本当ですか？そうですよ。本当ですか？本当ですって。さっきからなんか変な目でしか見てない気がするんですけど。お客様、勘弁してください。こちらもお仕事です。そうですか。お客様の立場に立って接客させていただいてますよ。わ、はい、かりました。はい、じゃあホテル行きます。でも、はい、お金かかるんですよね。そうですね、ちょっとお金はちょっと少々かかってしまうんですよね。なんか財布今日落としてきちゃって。え、そうなんですか？お金ないんですよ。あら、はい、はなので、なんかないですよね、さすがに。タダで泊まれるところ、タダで泊まれるところはちょっと、そうですね、漫画喫茶でも 2,3 千円かかってしまうと思いますね。そちらが最安値かなと。ああ、そうですか。はい、3千円か。はい、ちなみに、はい、金さんの家って近いんですか？僕ん家すぐそこです。え、そうなんですか？はい。え、行ってもいいですか？あ、もちろんです。あ、ぜひ来てください。嘘ですよ。嘘かい、嘘かい。